25日に愛知、みその座で上演予定だった舞台、千と千尋の神隠しが、当日の開演時間になって中止が発表されたことが分かった。同日に、運営する株式会社みその座が公表した、写真。映画の千尋にそっくりな橋本環奈。公式 HP では、舞台、千と千尋の神隠し、みその座公演一部公演中止のお知らせ、というタイトルの文章アップ。公演関係者の新型コロナウイルス感染症の陽性反応が確認されました、と説明し、同日に予定していた12時と17時の2公演の中止を発表した。また同日夜に26日の公演中止も発表され、HP では、6月25日、土曜日に公演に続き、6月26日、日曜日、12時の公演をやむを得ず中止とさせていただきます、と説明。続けて、ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます、と謝罪した。チケットの購入者については、払い戻しを受けたまわります、とし。なお、個人のプライバシーに関わるお問い合わせに関しましてはお答えいたしかねますので、ご理解ご了承いただきますようお願いいたします、と理解を求めた。12時の開演時間になってからの中止決定となり、来場したファンはすでに着席していた状態だったようだ。SNS 上では、立ち直れない、着席して、待ってたら中止って。初めてだ、ああ見たかったな、お客が席について開演時間になって中止発表とか。遠征の人も多かったでしょうし、お気の毒すぎる、今日観劇予定だった方のことを思うと辛い、しょうがないと分かっていても席について中止ですって言われたら泣いちゃうな、またすぐに再開できますように、まだまだ油断はできないな、など、様々な意見が寄せられた。なお同舞台は5月17日に予定していた博多座公演も、W 主演を務める橋本環奈の新型コロナウイルス感染により当日に中止が発表されている。〇〇、大作は宮崎駿監督による名作アニメの舞台版で、橋本と上白石萌音がダブルキャストで主演。今年2月から東京、帝国劇場など全国5都市を巡演。チケット完売が続出する人気ぶりで、演劇界の優れた業績を表彰する第47回菊田一夫演劇賞にも選ばれている。